はじめまして、真田翔太です。この展示は3人でやっていて、武田博樹っていう人と中川和也っていう人、そして僕3人やってるんですけど、でこの3人は大学が同じで、で絵が好きっていう共通もあって、今回の展示に至ったんですけど、まあ、それぞれ作品の感じが違うので楽しい展示になっていると思います。小さい頃から好きで絵はずっと描いてるんですけど、本格的に描き始めたのが高校2年生ぐらいから。最初は弟になんか新聞の切り抜きのこの人を描いてって言われて、その人を描いたのが初めてで、そこから人を描くのが好きになってだんだん描き始めたんですけど、ちょっと途中でなんかリアルに表現したいなって気持ちが出てきて、でそこから細かい描写を描くようになって、それが大学3年生で、でそこからリアルに描き始めて、でそれで、まあ、途中でファッションにも興味が出てきて、なんかファッションブランドの広告を描きたいなって考えが出てきて、それからそっちを意識して描くようになりました。高校の3年生の時に先生にどの大学がいいんだって聞かれた時に、その頃はなんか携帯とかのプロダクトデザインがしたくて、そういうものづくりの大学に来たんですっていうふうに言ったんですけど、大学の2年生ぐらいの時にやっぱり絵が好きだっていうことに気づいて、それからずっと絵を描き続けています。もう普段絵を描く時はとりあえず自分の描きたい人物を先に決めて、それを先にもう紙に書いてしまうんですけど、でこの背景とか色とかはその時の気分とかによって、まあ、色とかも変わってくるんですけど、あと最終的にはその海外の有名ブランドとかの広告をやりたいっていうのが一番夢っていうのは、やっぱりずっと続けてるからこそ叶うと思うので、もう自分を信じてずっと続けることが大事だと思います。じゃあ自分のウェブサイトがあるので、そこで作品をアップしてそこで見れます。ありがとうございます。